最初のメンバーいきます。キャンメイクジューシーリップティントです。なんかトマトみたい。このハケ自体は結構大きいからちょっと塗りづらさはあるんですよね。ラウンド1。残ってます。あ、残ってる。あ、いけるかもしれない、うん、結構落ちましたね。じゃあ2回目いきます。あ、大丈夫、オレンジ残ってます。うん、マスクします。で、友達と合流した時、久しぶり、元気してた。いきます。よい、うん、結構落ちてないですけど。内側はちなみにこんな感じです。ラウンド2。モンスターです。寝れなくなっちゃうよ。はい、まあ、ついてるのはまあそう。リップどないかな言うて。あー、落ちましたね。落ちましたね。ストローのところが。そうですね、ついてますね。めっちゃついた。食べた後だとこんな感じ。だいぶコンシーラー塗るちょっと出てきてますけどね。ラウンド3。チキンをね、買ってきているので、これを使って各リップが落ちないかもやっていきます。美味しそう。美味しそう。ツヤツヤだ。いただきます。マシソよ。色は割とあるけど、やっぱりこことか、よれてるかしら。コンシーラーのこの白みが出てきちゃってるのは。そうですね。続いてはこちら、メイベリンのスーパーステイマットインク。落ちないと話題。唇の油分を取って、綿棒とか、まあ、指とかでもいいんですけど、本当に少量ずつ塗っていきます、はい、こんな感じです。マットラウンド1。すげえ、全然ついてない。2回目。何もない。こちらがティッシュオフした状態です。で、マスクをします。はい、落ちた量は全然ないかな。色味も変わらない。変わらないですね。ラウンド2。ちょっと取れたかな。際っていうか、本当にちょっとですね、うん、ん？別に変わってない気がしますけど。すごい。いただきます。ごめんなさい、そんなについてないかも。確かに。え、すごい。裏もついてない。お唇は落ちていない。落ちていない。すごーい。すごい。ラウンド3。太るぞ。美味しいよ。美味しそう。うん、いいなー。すっげー。なんか落ちてる端っこ。こっちは落ちてないですね。続いて紹介するのがこちら、オーブのタイムレスカラーリップです。ツヤがある発色ですね。縦じわが補正されるというか、マスクにつかない。つけた瞬間にもう。ラウンド1。結構落ちましたね。割とコンシーラーさんこんにちはしてる。じゃあ2回目でしょ。2回目いきます。ツヤみは残ってるね。そうですね。秋が来る。急に涼しいな。髪の毛が崩れる。はい、はい、おマスクです。そんなにですね。でも全然ツヤは変わってない。ラウンド2。みんなこれぐらいついてるね、うん、真ん中ら辺が少し薄くなってきた説はあります。むしゃ、うん、うん、あー、なるほど。とあと裏、うん、まあまあって感じ。そうですよね。ツヤが残ってますね。サンドイッチぐらいじゃツヤは消えねえぜっていう。そうですね。まあでも最大の敵が待ってます。ラウンド3。チキンいただきます。イゴモゴ、イゴモゴ、これ食べていいです。ティッシュは実はそんなについてないんですけど、確かにこことかこことかソースがついた部分が結構取れてるんですよね。続いてアイブミミのミステリーフラッシュティント。落ちづらいってしーちゃんが言ってたから入れました。ちょっと透明感のある赤。マリオぐらい赤色ですね。こちら塗りたての色です。ラウンド1。 1回目。でも色は落ちてない。本当だ。うん、艶味はないけど、そこ別に、うん、ここについてさ、うん、さっきからずっとクレンジングで落としてるんですけど、取れないねって。取れないんですよ。だから服についたりしないように注意ですね。いや、本当服注意です。うん、艶っぽいですね。周りが落ちてる感じがするんで、若干コンシーラーが特に輪郭部分付近摩擦に若干弱いかも、うん、周りが。ラウンド2。ついてないんじゃない。ついてないかもね。こんな感じです。え、すごいじゃん。残り物はスタッフが美味しくいただきました、うん、あ、ついてますね。下の方がついたね、うんうん、ラウンド3。召し上がり。これ見せていいか分かんないですけど、なんかチキンについてるんですよね。結構ついてるのがちょっと気になるかな。
ここら辺は濃いけど、ちょっと薄い部分もできてきてるなって。やっぱりオイルにしやすいっていうのはあるかもしれない。続いてアイムビビミステリーブラーティントです。007番ミステリーローズウッドです。ちょっと秋っぽいカラーなんじゃないですかね、さっきのより。マットだけどツヤもあるって感じ。確かに。ラウンド1。でも別にそのパッと見すごく落ちた感じしませんけど、唇の方2回目行っていこう。色が薄くなりますね。でもなんか濡れたてのまんまの見た目、色じゃなくてパテチアに入っちゃってどうのこうのみたいな感じではない。見た目綺麗です。うん、はい、つやみはなくなりましたね。完全に綺麗に落ちたって感じですか。そうです、なんか崩れ方が変じゃない、うんうんうん、感じでしたね。ラウンド2。うん、こっちの裏側がついてますね。下唇よいしょ。いや、くるくないですね、ほとんど、うん、ついてるけど、いやすごいですね。食べた後がこんな感じ。キャン食べていきます。あ、落ちそう。あ、全部した。すごい薄くなったけど、コンシーラーがひょっこりしない、いい色。エチュセリップエディションです。落ちないリップとして取り上げてる方も SNS では多かったので、やっていきます。はい、こっくりとしたブラウンです。リップクリーム感覚で塗れる、ツヤですね。ラウンド1。思ったより、これ完全に取れたんちゃう。2回目です。え、元のやつだ。元ですね。番外編、はい、直塗りリップでティント落ちるかやってみます。あらら、こんにちは。いやこれは多分コンシーラー塗ったからとかじゃない気がします。そうですね、コンシーラーの上からリップ塗りました。はい、ではマスク。でもなんかツヤは残ってるんですけど、色はもう、あ、すごくついてる。ラウンド2。6日目の味はどうですか。もうね、炭酸も抜けてんすよ。あ、そうなんだ。下唇が主についてる、上実はそんなついてないです。本当の。でも残ってるかも。まあ、だからバーに行ってつまみを食わないスタイルなら平気。しかもストロー使うスタイル。そうね、ストローバー使うやつおる。ファミレスでドリンクバーで、うん、ああ、そうですね、はい、やっていく。まあつきますよね。そうですね、まあ、ない、うん、じゃない。キンタイム。あ、すごい落ちてる。わずかに残っていた選手たちが、ね、リップの色がそのさっき色素沈着しちゃった色になっているので、ティントですよね、うん、ただ塗りやすさは良かったです。秋色さもありましたからね。そうですね。セザンヌの、カラーティントリップ CT4 番ブラウン系です。頑張ります。確かにほんのりブラウン、結構ヌーディーだけどブラウン味のある。こちらが塗りたての色になります。ラウンド1。一回見てます。あれ、思った以上に。しかもこれ後ろまで染みてんすよ。あらららら、一番落ちてるね。一番多分落ちてると思う、うん、あー、ティントで色素沈着しちゃったリップですね。あ、すごい落ち方がすごい、すごいついてる。ちょっとなんか口の周りやばくない、うん、大暴れ大暴れ大暴れ、どっちらかってる。確かに暴れた後ある。そうですね。ラウンド2。モンスター。まあそうだよね。なんかよれやすそうですね。よれやすい、取れやすいっていうのはありますよね。うん、美味しそう。喫茶店だ。みんな見て。甘党さんはちょっと物足りないかもしれないですけど、なんかあっさりしたクリームと。ラウンド3。ああ。これで多分全部持ってかれましたね。そうですね。うん、ない。ツヤ、ちょっとツヤっとしてますけど、ね、やっぱり落ちるは落ちますね。うん。ケイトのリップモンスター05番ダークフィグです。やっぱ秋だね、こういう色。塗り心地はもう完全にエテセのティンタルージュに似てます。塗りたてはこちらですね。リップモンスターは一回ティッシュオフしてからが強いということなので、ここからがもう7割ぐらいは色落ちたよ。まあ、そうですね。そうですね、2回目からもう全然落ちない。でも1回ティッシュオフしちゃうとだいぶ色が落ちちゃうっていう意味で言うと、うん、つもりやりたいな。はい、落ちてないですね、ティッシュオフした時より、うん、はい。ラウンド2。あ、全くついてない。プラスチックにも強い。
サンドイッチいきます。プリンアラモード端っこだけついたね。こっち全然ついてない。あ、本当だ。ちょっと薄くなったかな。薄くなったけど、ツヤとかは全然。ラウンド3。チキン、ハローチキン。むしゃー、チキン食べました。いや、やっぱすごかった。落ちないです。はい、うん、そうですね。リカフロッシュジューシーリブティント01番オランジェットです。秋口とかもすごい使いやすいし、イエベさんが持ってて損じゃないなと思って選んでおります。はい、こんな感じです。イエベの私にすごい。そうですね、生えてますね。ラウンド1ついてる気がする。うん、まあまあ取れてます。なんか結構こんにちはしてません？今週、うん、こんにちはしてます。元の色ではないんですけど、落ちたかにゃーみたいな。落ちたね。7、8割ぐらいは。割とはっきり、うん、リップは濃さが少し薄くなったかなっていう。ラウンド2。話したもうした。一番ついたかも。確かに。どうですか、リップ。うん、別に、むしゃー。唇こんな感じ。あ、ちょっと取れましたね、下が。本当だ、真ん中あたりが。ラストチキンです。ソース拭います。下のここら辺が思いっきりちょっとハゲハゲしちゃいましたね。ハゲハゲ。別名大食い選手権です。お腹もいっぱいになってまいりました。発表よ。エントリー終わりましたので、はい、最後にランキング買うならこれだ。秋リップ落ちない選手権、うん、第9位はエテセのティントルージュ。やっぱりちょっと落ちっていうところに関して言うと9位かなっていう。ティントではあるんですけど、マスクで落ちないっていう風に歌ってなかったと思うので、うん、リップクリーム感覚で塗れる秋リップを探してる方はぜひ。第8位いきます。はい、セザンヌのカラーティントリップ。塗りやすかったし、色もすっごい可愛かったんですけど、完全取りやすいっていうところで8位。第7位はリカフロッシュ。お肉を食べた時にどうしても落ち方がっていうところ7位ですが、発色の良さと、あと初心者でもムラなく塗れるっていう点では非常に良かった、うん、6位です。ヘアメイクのジューシーリップティントです。最初ティッシュとかにもマスクとかにも落ちたんですけど、うん、油に、うん、比較的強かったっていうところで、まあ、食事しても大丈夫なリップ、うん、第5位はこちらです。ケイトのリップモンスター。やっぱり塗りやすさですよね、うん、プラスチックにもつかなかったし、2回目のティッシュオフも全然つかなかった。リップモンスターが悪かったというよりかは他に強いのが結構いたっていうところが大きいです。第4位がアイムミミミステリーフラッシュティント。落ちにくさで言うと、まあ、かなり上位ではあるんですけれども、発色の仕方がバキバキだったので、うん、扱いにくさが若干あった。第3位はこちらです。オープンタイムレスカラーリップ、まあ、マスクに正直そんなについてない。一塗りでいけるチュルチュルリップの中では一番の頑張り。ツヤも残ってました。ちゃんと色も綺麗に残って、落ち方がすごく綺麗だったっていうところで第3位です。第2位はアイムミミミステリーブラーティント。落ち方が非常に綺麗でしたね。マットとは思えない感じで、うん、で結構色も残ってる。秋っぽい色なのもすごい良かった。第1位です。うん、メイベリンのスーパーステイマットインク。おめでとう。ティッシュ見てー。ついてなかったですね。圧巻の1位。マットで落ちないリップで新色探してる方はダメヒアリ。